はい、皆さんこんにちは。環境エネルギー研究家の、小野田と申します。よろしくお願いします。私自身はですね、出身は機械工学なんですが、そこからこの環境系のグループのですね、歴史と合わせて、研究者生活を送ってきたという、そういう経験を持っています。その中で実は学生時代に起業した経験があってですね、そんなことも活かしながら研究室を運営しているというのは、そういったところが一つ特徴となっています。で、また専門分野としては、もともと製品のライフサイクルマネジメントをですね、やってたんですが、そこから少し広げていきまして、例えば資源循環とか廃棄物処理、それから自律分散型エネルギーシステム、それが再生可能エネルギーですね。で、それから表紙にもありましたが、次世代モビリティで、そういったものを、一つの、社会インフラとして統合化するスマートコミュニティとかスマートシティといったところを、主な柱として、研究を展開しているというところです。そういう意味では、この現場、現物、現実主義というのを非常に大事にしているということと、あとはこの出口側ですね、社会実装のところを、非常に重要視した研究室運営を行っております。上の方に書いてありますけども、いわゆるシステム工学的なこうアプローチでですね、それから単純な要素技術を追求するというよりかは、ライフサイクル全体で見ていきましょうという、そういう視点を持ちながらやっているということでございます。ここから少しずつ、テーマ別ですね、お話ししておきますが、資源循環のところは、非常に、歴史もあって力を入れているところです。その流れ、例えばですね、最近の活動として、廃棄物処理とかリサイクルの分野に特化して IoT とか AI の検討を、していこうということで、政策提言も含めてですね、いわゆるオープンイノベーションの形での活動なんかも力を入れております。で、今でこそ IoT とか AI っていうのが当たり前のように言われるようになりましたが、やはりこの分野にですね、積極的に情報通信技術を導入していくべきだろうということは、だいぶ前から我々もやってきたんですね。例えばこれは 3DVR、 バーチャルリアリティという技術を、労働安全の教育に、応用した例なんですが、その作業、ある作業員が経験したものをいかに他の人に伝達するかというところの課題があったというところで、例えば最近ですと、今、オンライン教育が盛んになってきましたけども、やはりその実験とかですね、そういったリアリティを追求するときに、例えば環境教育みたいなもので、VR が使えるんではないかというようなところの応用も検討しているところでございます。あとこれはですね、日本有数の不法投棄の現場ですね、香川県の豊島というところなんですが、ここの黒い山がですね、不法投棄された廃棄物の山なんですね。これを実は今ドローンで撮影しているところなんですが、実際にはですね、こういうふうにプログラム飛行させて、何をしているかというと測量しているんですね。どのくらいの量が運ばれているかというようなところをウォッチしながら、こういう何ですかね、新しいテクノロジーを積極的に導入しながら、こういう現場で、研究をやっているというところでございます。今の不法投棄の問題だけではなくて、例えばこの海洋ごみの問題とかですね、今、あとハイプラの問題ですとか、こういったものが社会問題になってきておりますけども、そういったものに、真正面から挑んでいる研究室だというふうに思っていただくといいかなと思います。例えば EV とかハイブリッド自動車って、その使ってる段階はいいんですけどね、使い終わった後、実はモンゴルに流れてですね、スリランカとかですね、そこで、こういうバッテリーが不適正に処理されているということで、やっぱりここまで見ていかないと、本当の意味で環境配慮とは言えないんじゃないかというのが我々の問題意識でございます。AI とか IoT に関しては、積極的に環境エネルギー分野で活用するという立場で、例えば中国の研究機関とですね、連携体制なんかを作りながら、国際共同研究なんかをしているというところです。で、あとはこの廃棄物の現場っていうのはこういう形で、手作業で選別するんですよね。やっぱりそれをやはりロボット化したいということで、こういったものをですね、試作をして、今、例えばこのタブレットから遠隔で操作しているものなんですが、そこで AI を使いながら自動化するというのはですね、そういったものも今後力を入れてやっていきたいというふうに思っています。
あとですね、エネルギーの分野は、いわゆるこの真ん中に書いてある民生業務施設というのが、まあ一つ、エネルギー消費量も増えてしまっているということで、まあそこの、まあエネルギーマネジメントというのは、長らく私自身もやってきたという分野でございます。で、まあ最近ですと、こういった、これは、我々のキャンパスがある、本庄、これが本庄キャンパスなんですが、その北側の外構ですね、スマートエネルギータウンプロジェクト、まあ一つの社会実験地にしようということで、まあ例えばこれ、飲食店向けの、この左下にあるのはですね、太陽光発電ではなくて太陽熱の収熱器なんですが、それと、地中熱ヒートポンプを組み合わせて、まあ、熱供給をするような、まあ、これは商用ベースでこういったものを立ち上げて、でこれを遠隔でデータをモニタリングしながら、まあ、本当にうまくいってるのかどうかとですね、まあ、そういった評価研究なんかも展開しております。あと住宅の分野ですと、これは本庄市の共同研究先なんですが、まあ、断熱性能ですね、そこに高い技術を持っていて、かつその快適性を追求する、そういったところがあってですね、まあ、こういったところのデータを取りながら、まあ、本当に次の住宅のあるべき姿みたいなところを追求しているという例でございます。まあ、そういった意味で、我々の研究グループはその本庄早稲田、あるいは、埼玉県ですね、ちょっとこの後出てくるんですが、一つの社会実験場として、まあ、さまざまなプロジェクトを、展開してきて、で今、継続的にやってますよということと、あとはそのノウハウをですね、同時並行でやってきたんですが、例えば、これは被災地ですね、東日本大震災の直後に釜石市の復興公営住宅に太陽熱を入れたりですとか、あとはこの相模原市っていうのは、実はリニアが来る市に、ね、品川の次の駅ですね、まあ、そこに向けてスマートシティを作ろうですとか、あるいは佐賀県の唐津市っていうのは、これは早稲田佐賀っていう早稲田大学の提携校があるんですけども、下水処理施設を拠点にしたエネルギー拠点を作ろうという話ですとか、まあ、そういったここに挙げた以外にもさまざまな地域のニーズに合わせたですね、プロジェクトというのを展開しております。で、その中で、まあ、例えばスマートシティをどうやって運営していくかということで、シャットベルケというんですが、これは地域密着型の事業体のことで、やっぱりその官と民の連携をこれからどうやって作っていくかというようなところも、まあ、一つ大きなテーマになっております。あと最近ですと、この RE100 っていうのは、まあ、リニューアブルエナジー100%の意味なんですが、再生可能エネルギー100%の工業団地を作ろうというような地域も出てきたりですとか、であとは、これは廃棄物エネルギーの、ウェイストトゥエナジーというもののイメージなんですけども、海外だと、ここの焼却施設からですね、下の方の焼却施設から、まあ、蒸気を直接製油所に送るというような事例があるんですが、日本では実は、こういった事例がないんですね。ではこれを、まあ、例えば千葉県で、本気で実現できないかというようなプロジェクトなんかも動いております。で、まあ、こういったものに合わせて、例えば災害廃棄物ですとか、廃プロの問題ですとか、同時解決につながるような、まあ、そんな新しい社会システムのモデルをですね、作り上げていこうというような研究テーマは、まあ、ちょっと今日は時間の都合であまり紹介できないんですが、複数展開しているという状況です。埼玉県ではですね、実は2010年から5年間、私もちょっとその再生可能エネルギーの推進のための、アドバイザー的な立場で、お手伝いしてたので、ちょっとまあ埼玉県フィールドの研究は多くなっています。本庄市にもキャンパスがあるということですね。で、埼玉県ですと、例えばこの、中山間地では実は秩父周辺の、まあ、木質バイオマスがあるということと、あとは東京の台所的な位置づけもありますので、まあ、食品系廃棄物ですね、まあ、そこら辺をターゲットにした、まあ、研究なんかも展開してきました。例えばですね、まあ、食品系バイオマスですと、通常メタン発酵というプロセスでバイオガスを作るんですが、それはまあ普通にメタン発酵をやるんではなくて、やっぱりその行政のインフラと効率的に連携をしてですね、まあ、官民連携をやって、でそれからいわゆるハイプラですね、まあ、それは地域のセメント工場のまあ、熱源として使いましょうという、まあ、そういう連携によって、社会コストを下げるというのはですね、まあ、そういったモデルの提案なんかを行ってですね、まあ、例えばこの事業は実は本庄ではない別の地域なんですけども、まあ、実業化までつながったという、そういう事例になってます。あと、木質バイマスに関しては、熱分解というですね、まあ、チップをそのまま燃やすんではなくて、一回エネルギー転換をして、その後有効利用するっていうようなところを、複数の技術をやってきておりまして、まあ、例えば一つはこういったバイオオイルというですね、まあ、液状の代替燃料を作るというようなプロジェクト、
あるいは、その可燃ガスとバイオイルを閉鎖するというですね、そういった高校、中規模ぐらいの仕組みをやって、でこれは本当は秩父で事業化したかったんですが、ちょっと残念ながらこれはそこまで到達できませんでしたが、こういったプロセスの開発ですとか、それでそのバイオイルを実際秩父市のですね、ある施設で混焼したりとか、そういうことをやっています。でまた少し大型の方のプロジェクトでいきますと、今やっぱり日本としてはですね、石炭火力をどうしていくかっていうのは非常に大きな課題になってるんですけども、例えばバイマスのこう話ですと、トレファクションといってですね、一回その熱処理をすることで、石炭と混焼しやすくなるという、そんな技術開発を、もう少し、いろんな形で使えないかなということで、ちょっと最近力を入れている研究になっています。で、あと海外ですと、例えば発展途上国なんかですと、やっぱり石炭火力の需要っていうのはこうあるんですが、実は地域によってはもう反対運動が起きてるんですね。だからもう最初から、再生可能エネルギーできないのかというようなところで、でそれで今我々が注目しているのは、例えばこういった農業系の残渣ですね、東南アジアの場合でですね、そういったものですとか、あとはその無電化地域ですね、そこから初めからもう自立分散型の仕組みを作った方が、例えばそれを日本に逆輸入するとかですね、そういうアプローチの方が、賢いんではないかというようなところですね、そんなテーマも展開しております。あと内容的には最後になりますが、モビリティに関してはこういう一人乗りのものをですね、自転車以上自動車未満と言ってますが、長くやってきました。例えばこれは、燃料電池モデルで公道走行したとかなんですが、もう2004年とか5年ぐらいに、この状態になっているというような実例でございます。あと、これは隅田の例は、スカイツリーの誘致に合わせてですね、こういう小型のモビリティは使えないかということで、墨田区の職員の方にカーシェアリングで使ってもらったりですとか、であとは、これは本庄早稲田坂が多いんですけども、少しパワーアップをしたモデルなんかをですね、これも燃料電池で動かしてますが、そういったものもやってきました。であとですね、これは東日本大震災の後にちょっと現地に進出している工務店さんの方に貸し出してですね、ガソリンの供給が途絶えるということがあったと思うんですけども、その時にこうおむつとか避難所にですね、配ってもらうのに使ってもらったという、そういった時の映像でございます。あと最近は、EV だけではなくて、圧縮空気をですね、使って動かせないかというちょっとチャレンジングな研究もやっております。排ガス系統がこういらなくなりますので、非常に車体が軽量化できるんですね。で、ただし効率があんまり良くないので、どのくらいボンベを積むかみたいなところが課題になっています。で、あとは当然、これは EV なんですけども、自動運転の検討も、やってますよということと、ちょっと上の図見ていただくと、これが2019年6月にトヨタが発表したものなんですが、前2輪、後ろ1輪というところも含めてそっくりなんですね。実は全然関係はない、動きなんですけど、そういう意味で我々はもう10年以上前からこの形に行き着いていましたので、なんですかね、コンセプトとしては間違ってなかったのかなということを、確認しております。で、そういった中で、単純にやっぱり物を提供するだけじゃなくて、もう少し知恵を働けなきゃダメだろうなということで、最近ではですね、このシェアリングですね、例えばシャシーだけを共通化して、例えば日中は人を乗せて夜はゴミ運ぶとかですね、そういうコンセプトのモビリティができないかということで、ちょっとさかつこれをこう自動運転でやろうということで、実はこれ、左と右同じ車両なんですが、それをこう自動運転させてみたりですね、あとは、これは早稲田祭といってですね、早稲田大学の文化祭なんですが、実は2日間で15トンのゴミが出るんですね。それで、そのゴミのこう何回もこう職員の方が行ったり来たりしなきゃいけないということで、動くゴミ箱みたいなコンセプトでやったところなんですが、今、実はこの映像っていうのはですね、この人についていくっていうこう運転をしてるんですね。だからこういったものを、例えば2025年の大阪万博ですとか、そういったところに提案できるような、そういう時間軸でプロジェクトなんかを進めているというところです。で、大体内容は以上なんですが、私の研究室の特徴としては、上の2つですね、現場、現物、現実主義ということと、あとは社会との接点を持ちながらやりましょうということは非常に大事をしているということと、あと、工学的な視点プラス学問統合型アプローチということで、1つの研究室としては、環境エネルギーにおける幅広い分野をカバーしているということで、ご関心持てば、持った方はですね、この
アクセスいただければなというふうに思っています。で、まあ、本庄は先ほど申し上げたように社会実験場として使いながら研究室もあるんですが、早稲田の方の拠点はですね、早稲田駅の近くの121号館、新しいところなんですが、そこに拠点を構えながら展開していると、まあ、そういう研究室でございます。私からの説明は以上です。どうもありがとうございました。